7月18日生まれ、現在は16歳、プロデビュー戦で見事な KO 勝利を収めた青コーナーが那須川天心です。一方の青コーナー、失礼、赤コーナー、アレクサンドロ・ヒデオです。こちらはブラジリアンタイ所属、165センチという身長、1989年の5月19日生まれ、現在は25歳という選手。このアレクサンドロ・ヒデオはどんな選手でしょう。そうですね、僕はあの試合はですね、見たことないんですけども、はい、やはりあのブラジルの選手というとですね、あのやっぱパワーはあると思うんですよね。なるほど、はい、で那須川選手もね、2戦目にして早くもこういう国際戦ですからね。そうですよね、はい、外国人特有のいわゆるパワーですとか、フィジカルの強さですね、それがどうなのか気になりますね。なるほど、この日本人と外国人の差っていうのはどんなところで表れてくるんですか。やはりあのなんでしょうね、やっぱ骨格の違いですとか、やっぱりフィジカルの違いですよね、はい、やっぱり外国人選手っていうのはもう総じてやっぱりフィジカルが日本人より強いですから。はいはい、そんな中で那須川にこう期待するところってどんなところでしょう。そう、技ですよね。なるほど、はい、この自分が持っている全ての技を出し尽くして、このアレクサンドロ・ヒデオをぶっ倒していきたい青コーナーの那須川天心です。黒色のグローブ、青色のテーピングを巻いているのが那須川天心。おっと、ふらつきました。しかもローガードに余裕ですね。余裕でしたね、はい、グローブ、おっと顔面を捉える。しかしここはアレクサンドロ立ちます。いや、序盤から激しい攻防が続きますが、那須川が相手のダメージを与えていっています。顔面を捉える、左ハイ、顔面、さらに膝、もう一度膝、追い込んでいく那須川。いや、激しいですよ。そうですね、はい、もうコンビネーションもバンバン決まってますね。ここで大技、アレクサンドロ・ヒデオはもうなんかもう手が出てこないって感じですね。そうですね、はい、まあ、攻撃が的確ですよね、那須川選手は、はい、どん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 自分の手数を出していきます、那須川。引き出しも多いですしね、はいはい、多彩な技をどんどん出していきます。現在は16歳という那須川、まあ、ターゲットの中でもやっぱりこう注目の若手ですから、はい、もうライジの100でも注目のカードということで出しましたからね。そうですね、はい、もうね、本当2戦目にしてですね、もう対戦相手がですね、はい、なかなかいないというような状況ですからね。そうですね、はい、この試合が組まれるまでなかなか那須川天心の対戦相手が決まらなかったという話があります。あー、見てるけどですね、決まりましたね。2、3、4、なんか突き刺さったってみたいな感じですかね。本当に刺さりましたね、はい、左のミドルボディに突き刺さりましたが、ここは一旦アレクサンドが立ちます。さあ、ここはもっと攻めていきたい。出したボディーで完成のコンビネーションですね。膝、アレクサンドロの目もだいぶちょっとうつろな感じしますね、はい、ただやっぱ根性はすごくありそうな感じしますよね、はいはい、もう一度顔面を捉えます。あ、クラッシュ、クラッシュ、まあ、ましたね。ナスカート、ナスカー天心2戦連続ノックアウト勝利。強いですわ、はい、見事ですね、はい、1ラウンド2分42秒。ですね、やっぱりあのこう上下にですね、そのコンビネーションを散らしていく、その顔面だけなら顔面だけならず、ボディだけならボディだけならずとですね、顔面ボディ顔面ボディともね、どんどんこう技を散らしていける。でしかも違う技で散らしていけるというのは素晴らしいですね。そうですよね、途中見ているとアレクサンドロが手数が出ない、出すことができないくらいの影響でしたね。そうですね、それはやはりどこに何が来るかわからないからだと思うんですよね。なるほど、はい、それだけすごい技が多彩ですし、しかも一発一発に威力がある、はいはい、そして回転力がある、うん、はい、これはやはりすごい選手ですね。終わった後の表情を見てもそうですけど、はい、全くダメージありませんからね、はい、余裕な感じですよね。試合する中でもグローブを下げて余裕な表情を見せていた中で見事な KO 勝利、はい。